県立医療技術大学の2012年度入学式が4日、砥部町多幸田の大学校内でありました。この日は今年度から新設された助産学専攻科の10人をはじめ、看護学科、臨床検査学科の合わせて91人が医療現場での活躍を目指してスタートを切りました。入学式で井手俊則学長は、周囲から信頼される人間性豊かな医療人として育っていくことを願っていますと挨拶しました。その後、新入生を代表して看護学科の友近ひとみさんが次のように述べました。昨年、東北地方と関東地方を襲った東日本大震災は、医療に携わることの責任と使命の大きさを痛切に感じさせました。本学で医療に携わる者としての使命、知識や技術を身につけることを目指して、多くの方の命と心を救うことのできる医療従事者になる決意でございます。新設された助産学専攻科は県内唯一の助産師養成機関です。4年生大学の卒業者で看護師資格を持つ人を対象に募集し、専門性の高い助産師の育成を目指すということです。やはりこの仕事は人の命に関わらせていただく仕事なので、やはり精神に関わってくるので、しっかりと学んでミスをなくせるような学習をしていきたいと思ってます。